ボルコニセイマーウィボルコニセイマーウィは、シロンスクピャストケ最後の独立諸公。シフィドニツァヤボルルブベク公、ルサキヤ公、ブジェクハン国及びオワバの公、シェビエシュ港、グーグフハン国及び、シチナバハン国の公、シフィドニツァベルナルトの長男、母は、ポーランド王ブアディスワフ一世の娘クネグンだ。マーウィは、小さいを意味する衣装。 1326年に父が死ぬとボルコ2世は医療を継承したが、弟ヘンリック2世を共同統治者とした。公爵兄弟はまだどちらも10代だったため、母くねぐんだ父方のおじであるヤボルコをヘンリック1世、ジェンビツェコーボルコ2世が後見人となった。ザクセンビッテンベルクコールドルフ1世と再婚していた母が1331年に亡くなると、 ボルコ2世は申請を開始した。ボルコ2世が申請開始後すぐに直面したのが、自らの領する小公国の独立を保つという問題だった。ポーランドの分裂状態が、ポーランド王国にもその近隣諸国にも属そうとしない、自主独立の気風を生んでいたのである。当時、シロンスク諸公国を支配下に収めようと狙っていたのが、ボヘミア王ヨハフォン,ホンルクセンブルクだった。 1329年、ヨハンはシフィドニサ公に自らの総試験を認めさせようという最初の試みを行った。ヨハンはすでにほぼすべてのシロンスク諸公を風神として同地域に大きな影響力を持つようになっていた。しかし、二人の諸公だけはボヘミアに膝を屈するのを拒んだ。ボルコ二世とその妹、コンスタンツィアの夫、グーグフコープシェムコ二世である。 ボルコ二世は、公国の独立維持にはもっと多くの軍勢が必要だと悟り、ハンガリー王カーロイ一世の宮廷に赴き、自分の独立主権を守ってもらうことを確約された。その直後、ボルコ二世は、母方の祖父である、ポーランド王ブワディスワフ一世と交流を持つようになり、1329年には、オバ・ベアトリチェの夫で神聖ローマ皇帝に即位したばかりだった。 ルートビヒヨンセイの元を訪ねている。だが、ボヘミア王ヨハンの圧力から身を守ろうとする、ボルコニセイの試みは失敗し、ヨハンは1331年に、ドイツ騎士団と同盟して、シレジアに遠征した。この時期のボルコニセイの行動は詳しくわかっていないが、ヨハンのシレジア進軍は、さほど容易なものではなかった。ニエムチャ包囲とグーグフでの攻防戦は予想したより、長くかかり、 おまけに、ボヘミア国王軍は、和ギの場であった仮主に到着するのが遅れてしまった。結局、ボヘミア王が、自国の領域に併合できたのは、グーグフ公国のみだった。1336年、ボルコ二世の同盟のおじであるジェンビツェコー・ボルコ二世が、ボヘミア王に侵入し、ジェンビツェコーは侵入と引き換えに、グラーツ軍を獲得した。この侵入は、 ポーランドの新国王カジュミエ主参世がシロンスクに対する要求権の一部を放棄したことに乗じて行われたものであった。孤立状況に追い込まれながら、ボルコニ世はポーランド、ハンガリーと共にハンボヘミア同盟を結成するための策動を続けた。自らの国際的地位を高めるため、1338年6月1日、ボルコニ世はハプスブルク家の一員である。 オーストリア公、レオポルト一世の娘アグネスと結婚した。ハプスブルク家は、ルクセンブルク家の主要なライバルであり、オーストリアと下やヤーマルクを獲得して力を増していた、信仰貴族家門であった。地位工場は早くも、効果を表し、ボルコ二世の両国に住む商人たちは、ハール一周辺まで、取引範囲を広げることができるようになった。 1345年1月1日、ボルコ2世の外交努力は実を結び、神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世、ポーランドをカジミエシュ3世、ハンガリーオーラヨシュ1世の公式の同盟が成立した。この直後、ポーランドをカジミエシュ3世は、自分の利益のために反ボヘミア同盟を利用することになった。カジミエシュ3世は、ボヘミア王ヨハンの長男である。 モラビア編境白カールを投獄した。ヨハンは報復としてボルコ2世の両国を侵略し、対するポーランドとハンガリーは、ボヘミアに宣戦線した。ボルコ2世は、シフィドニツァ包囲中のボヘミア軍が、各方面に分散したのを後期として、ボヘミア軍を撃退することができた。しかし、神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世はすぐに、ボヘミア王との一時的な休戦条約を結んだ。 戦況は一進一退を繰り返し、どちらの陣営も相手に決定打を下すことができなかった。シフィドニツァ広告に関しては、ボルコ2世は1345年に神ミエンナグラの要塞を失ったが、1348年に関係を用い、商人に変装させた兵士たちを送り込んで、この要塞を取り戻した。ボヘミア王ヨハンは1346年、1年戦争の 最中のクレシーの戦いで戦死していたため、中央での戦争終結を見ることはできなかった。ルートビヒ4世も、翌1347年に、死去、1348年11月22日、ナムイスーフで、馬役が結ばれ、戦争は結局引き分けに終わった。この時理由は不明だが、ボルコ2世は交渉権を認められず、シフィドニツァ広国の利益は、 ポーランド王が代表することになった。ボルコ二世とボヘミアの新国王である新聖ローマ、皇帝カール四世の関係正常化は、1350年8月16日、オーストリア皇、アルブレヒト二世による朝廷によって、ようやく実現した。1350年の和役に調印した後、ボルコ二世は、ポーランド王カジミエシュ三世、ハンガリー王ラヨシュ一世との友好関係を犠牲に、 セヌ、要注意深くではあるが、ルクセンブルク系への接近を始めた。1346年に唯一生き残っていた叔父のヤボルコをヘンリック一世が死ぬと、ボルコ二世はその医療であるヤボルルブベック広告を相続した。その直前、ボルコ二世の弟で名ばかりの共同統治者だったヘンリック二世が一人娘のアンナを残して死んでいた。 ボルコニセイはこの名の貢献人となり、ゆくゆくは彼女に自分の広告を相続させようと考え出した。1350年12月13日、11歳のアンナとカール4世の長男で、わずか生後11ヶ月のベンツェルの婚約が成立した。婚約時の契約によれば、アンナとベンツェルは、 ボルコ2世が今後子供を設けなかった場合、その医療を相続することが取り決められた。しかし婚約から15日後の12月28日、ベンツェルが急死したため婚約は白紙に戻った。しかし、カール4世はボルコ2世の遺産を平和的な形で獲得する計画を諦めてはいなかった。年は明けて1353年2月2日、ヒアンナフォンデアプファルツが息子。 ベンツェルの後を追うように亡くなると、カール・四世イ・ワボルコ2世の広告を入手するための次なる手を打った。妻の死後間もなく、カール・四世イ・ワボルコ2世にその名との再婚をお打診し、婚約成立に際して以前の婚前契約を再発行させたのである。結婚式は1353年5月27日、ハンガリーの首都ブダで執り行われた。参列者はオーストリア公。 アルブレヒト2世、ハンガリーオーライオシュ1世、ブランデンブルク編強クルートビヒ3世、ザクセン選定校、ルドルフ1世のほか、ポーランド王カジミエシュ3世の施設、ベネツヤ共和国の施設など、早々たる顔ぶれであった。カール4世との政治上の親密な協力関係は、ボルコ2世にかなりの利益をもたらし、領土拡張の面では大いに恩恵を受けることになった。 領内の経済的繁栄を背景に、ボルコ二世は、財政難に悩むシロンスクの他の諸公から、多くの領土を買い取った。1358年には、レグニツァ公ーはツ一世から、ズーティストクの近郊、ブジェクの半分と、オアバを購入した。その直後、シチナバ公ンからシチナバの半分を買い取っている。1359年、皇帝はボルコ二世に、 フリードラントを含むボヘミアの国境地域を購入することを強化した。同年、ボルコ2世は、チェシンコープシェミスワフ1世の尺からシェビエ州を2 3 0百グジブナで買った。翌1360年には、ケンティブローツワフスケーを購入した。またこの年、カール4世とボルコ2世の良好な関係学校を、そうし、グーグフコープシェムコ2世の未亡人として30年近くを過ごした。 ボルコ二世の妹コンスタンツィアが、ボヘミアに支配されていた、グーグフ反国の領有を認められた。1361年、すでに修道所となっていたコンスタンツィアは、グーグフ反国を2位ボルコ二世に譲渡した。皇帝はいずれ領地を取り戻せるはずだったため、彼がグーグフを獲得するのを望んだ。ボルコ二世にとって、破格の不動産となったのは、 1364年4月14日に銀二万戦グジブナという大米をはたいて皇帝から買い取ったラウジッツ近郊の大都市及び周辺の領地である。この領地はボルコニセイの持つ財産の中でも最も重要かつ高級なものだった。同年、ボルコニセイはクラクフ会議に主品の君主の一人として招かれた。皇爵はそこでポーランドオカジミエ主参世が 主人役を務め、ハンガリーオーライオシュ一世、デンマーク王バルデマー三世、キプロス王ピエール一世、オポーレ公ブワディスワフ、スープスク公、ボグスワフ五世らが出席した、巧妙な、ビエルジネクの祝宴に参加している。1368年7月28日、56歳で亡くなり、クリュスサウ修道院に埋葬された。ボルコ二世は、ブワディスワフ二世を子祖とする。 シロンスク諸公の中で最後の独立諸公となった。広告は、妻アグネスが1392年に死ぬまで管理、したが、その後は、カール4世とボルコの名アンナとの間に生まれた、ローマ王ベンツェルによって、ボヘミア王国に併合された。ありがとうございます。